ィアゴ・アスパス・フンカルは、ガリシア州出身のスペインのサッカー選手。リーガー・エスパニョーラ・セルタ・デビー号所属。ポジションはフォワード。兄のホナタン・アスパスもセルタの下部組織出身のサッカー選手である。地元の CD もアーニャを経て、1995年にセルタ・デビー号の下部組織に加入した。2007から08シーズンにトップチームデビューを果たし、2009年に正式に トップチームに昇格した。本来のポジションはトップ下であるが、2010から11シーズンの後半戦は主にフォワードと指摘をされた。2011から12シーズン初出場となった第3節のレクレアティー・ボウエルバ戦で決勝点を決めると、コパデルレイ3回戦のレアルバリアドリード戦から4戦、連続計6得点を挙げ、レギュラーに定着。 2011年11月13日に行われたデポルティーボ・ラ・コルーニャとのガリシアダービー前には自分はアンチデポルティビスタだ。ワグネルがトリスタンを蹴飛ばした時にはゴールを奪ったかのようにはしゃいだよと発言したため試合中にはデポルティーボサポーターからオスパス大というちゃんとを受けた。2011から12シーズンには 自己最多のリーグ戦23得点を挙げ、チームの5シーズンぶりのプリメーラディビシオン昇格に重要な役割を果たすとともに、セグンダディビシオンの得点ランキングでレオナルド・ウジョアに次ぐ2位となった。2012年6月5日、LFP アワードのセグンダディビシオン最優秀フォワードにノミネートされた。2013年6月13日、 プレミアリーグリバプール FC への移籍が合意した。背番号は、イアン・ラッシュ、ロビー・ファウラー、フェルナンド・トーレスらが着用していた9番。しかし、出場機会に恵まれず、2014年7月15日、買取オプション付きで、セビージャ FC へのレンタル移籍が合意した。2015年6月、セビージャからセルタに復帰を果たした。2016年10月には、 デポルティーボ戦で2ゴール、ラスパルマス戦、バルセロナ戦でもゴールを決め、リーガの月間最優秀選手に選ばれた。2013年2月、スペイン代表に初めて招集されたが、出場機会はなかった。2016年11月15日、イングランドとの親善試合で、スペイン代表として初出場し、代表初得点も記録した。 2018年3月27日のアルゼンチンとの親善試合では後半からの出場ながら1得点3アシストを記録した。同年のワールドカップでは決勝トーナメント1回戦のロシア戦での PK 戦で PK を外し、スペインはワールドカップから姿を消した。ありがとうございます。